以上、女装したことのあるジャニーズ8選。今回は女装をしたことのあるジャニーズのタレント8人を調べてみました。ジャニーズは童顔の子が多いため、女装の似合いそうな人はたくさんいますよね。メイクと元々の細身の体型からフルショットでも全く違和感のない人もいるのです。知らない人が見たら女の子と勘違いして普通に口説きに行きそうなレベルです。中には本当の女の子より可愛くて女を辞めたくなるとの声が出ている人もいます。たくさん候補のいる中から、特に女装のクオリティ高めの8人を紹介します。女装したことのあるジャニーズ8選。ジャニーズはバラエティ番組だけでなく、CD のジャケット写真などでも女装を披露しています。それでは、女装したことのあるジャニーズを8人紹介していきましょう。大西流星、なにわ男子。2020年の12月に、テレビ朝日、なにわ男子と一流姉さんのコーナー、一流メイク男子への道で、日本のアイドル風メイクにチャレンジしています。もともとが可愛らしい顔立ちなので、本当の女の子みたいで可愛い、と好評でした。大西流星さんが女装すると、新垣結衣さんや有村架純さんに似ているという声があります。ギャオで配信されている、なにわコスプレ名言学園で女子高生姿を披露しています。大西流星さんはブスすぎない?と言っていたそうです。しかし視聴者からはむしろめっちゃ可愛いとの声が多いです。セーターの袖から半分だけ手を出す萌え袖も表現できており、クオリティの高い女装といえます。京本大我、ストーンズ。京本大我さんは2014年にテレビ朝日で放送されたガムシャラでギャル風の女装を披露しています。女装をしたまま竹下通りを歩き、クレープを買ったりする姿に違和感がない、可愛いとの声が続出しました。2018年の7月に放送された日本テレビうちのガヤがすみませんでは、新入社員を惑わすキャリアウーマンというテーマで女装しています。美人すぎて惑わされること間違いなし、と評価が高かったです。父親である京本政樹さんも中性的で妖艶な顔立ちなので、DNA を受け継いだのでしょうね。大野聡、嵐。大野聡さんは2013年の1月に日本テレビで放送された嵐に仕上がれスペシャルのコーナー、初めてのお使いで女装を披露しました。女装をして渋谷109にお使いに行くというミッションです。ギャル風の大野聡さんの姿に綺麗との声が多く上がっていました。2017年には CM アレグラ FX でも女装を披露しています。アレグラポーズ大旋風編に出演した際に、撮影スタッフからは可愛い、似合ってると大絶賛されました。大野聡さんは髪をかき上げたり、はにかんだりと、かなり乗り気だったそうです。上田竜也、カトゥーン。2014年の12月に日本テレビで放送された、サマーズの歌振りにカトゥーンで出演した際に、罰ゲームでロリータファッションを披露しました。上田竜也さんは、最初はあまり乗り気ではないように見えたそうです。しかし、いざ出てくるとノリノリで仕草まで真似していました。普段が男らしい性格なので、ギャップに驚いた人も多かったようです。他にも2017年に日本テレビで放送された四角探偵日暮旅人の3話でウェディングドレス姿の女装を披露しています。視聴者からは女装がギャグにならない、美しいとのコメントが寄せられていました。ウェディングドレス姿と男同士でのキスシーンも披露しています。ところどころで見せる仕草やセリフが可愛いと好評だったようです。大倉忠義、関ジャニ∞。2021年6月にリリースしたシングル、一人にしないよの特典映像で、クリームシチューの CM 作りました。というコメントを添えて、
女装を披露しました。ファンからは、最高のビジュアル、女子力がすごい、可愛いが渋滞していると大絶賛でした。2020年にフジテレビで放送された関ジャニ∞クロニクル F に3ヶ月ぶりに復帰した時に、赤やピンク系の目元と口元が印象的な地雷メイク風の女装で登場しました。大倉忠義さんの女装を見た横山優さんは大爆笑で、村上信五さんは唖然としていたそうです。フランス人形みたい、綺麗と関ジャニ∞のメンバーからは好評だったようです。大倉忠義さんは以前に番組内で占い師に占ってもらった時に、変身願望が芽生える可能性があると言われていました。変身願望イコール女装であることを語っています。関ジャニ∞のメンバーにおだてられた大倉忠義さんは、2022年は大倉ジラコで行こうかな、とまんざらでもない様子を見せていました。知念侑李、平成ジャンプ。知念侑李さんは2022年8月にリリースしたアルバム、フィルミュージックのジャケット写真で女装を披露しました。もともと小柄で中性的な顔立ちなので違和感がないと言われています。小動物っぽく愛嬌のある女の子になりそうです。クラスにいたら清純派のマドンナ的存在になるのではとの声もあります。2017年に平成ジャンプの10周年記念でのライブでも女装を披露し、山田涼介さんと抱き合う姿はカップルにしか見えません。2015年からフジテレビで放送されているいただきハイジャンプでは、80年代風のアイドルに変身するという企画がありました。知念侑李さんは松田聖子さん風の女装で登場しています。本当の女の子より可愛いので、女性陣からは女をやめたくなるとの声も多数あります。山田涼介、平成ジャンプ。山田涼介さんは2022年にリリースしたアルバム、フィルミュージックのジャケット写真で、平成ジャンプのメンバーと一緒に女装を披露しました。女装した写真はインスタグラムにも投稿され、お人形さんみたい、世界一可愛いと投稿した2日後にはコメントが6000件を超えています。ファンの間では大盛り上がりだったようです。2015年からフジテレビで放送されているいただきハイジャンプでは、地雷メイクの女装に挑戦しています。見た目だけでなく話し方も女性っぽくしていました。登場した途端、全員から可愛いと声が上がり、マジカルラブリーの村上さんからは、好きなんだけど、と告白されていました。渋谷で歩いてても、多分気づかれないと言われるほどのクオリティの高さです。クリクリっとした目が印象的で小柄のため、フルショットで見ても違和感がないのがすごいですよね。玉森裕太、キスマイフット2。玉森裕太さんは2012年江崎グリコウォータリングキスミントガムの CM にキスマイフット2が起用された時に女装を披露しています。横尾渉さんは、玉森はすれ違ったらいい香りがしそうと褒めていました。玉森裕太さんも褒められて嬉しいと語っています。2013年にフジテレビで放送された27時間テレビでは、女子力全開、たまみちゃんというキャラクターで登場しました。共演者からは、たまちゃんなら普通にいけると思う、とコメントされています。玉森裕太さんはそれを聞いて本気で照れていました。玉森裕太さんは身長は175センチありますが、細身のため女装が似合うとされています。まとめ。女装をしたことのあるジャニーズ8人を紹介してきました。いかがだったでしょうか？今回は候補がたくさんいて正直悩みました。みんな可愛かったけれども、特に女の子より女の子に見える人を選んでいます。見た目だけでなく、仕草まで女性になりきろうとしているプロ意識を感じました。あまりの女装のクオリティの高さから、同じ男性陣からも、普通に口説けるかも
という声が多かったです。